まあちょっと今日はそうやね、だいぶね他のとこ行き詰まってきたんでね、ヘイガーの研究所、ヘイガーの研究所の方行くか。ちょっとテクノポリス攻めるか。テクノポリス、まあそれとあといっぱいね、石板も手に入れたんで、何か石板を見ることでこう手がかりが得られる可能性もかなりあると思いますんでね。ちょっとヘイガーの研究所行こうか。どうしようかな。まずは石板いろいろ見ていこうか。もう元気にやっとるね、ヘイガーさんは。何の用だ。そういえばちょっとこういうの危険だ。探査船の開発状況は？お前はボーナスか！ お前が何を持ってこんのに進むわけない。すいません。ゴミでも何でも持ってきてみろ。マジで？本当そういうこと？ちょっと待って、じゃあ。ちょっと待って。何でもいいの？じゃあね。これ、ガセのガラクタ。ほほーん。ガセのガラクタ？鼻くそ取れ！すっとこどっこい。バープリン。何？バープリンって聞いたことねえ。もっとマシなものを持ってこい。へい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 。ちょっといろいろ見せてみようか。なんかおもろそうやしね。例えばじゃあ、虫眼鏡なんか使えませんかね？ほほーん。虫眼鏡？ダメか。鼻くそ垂れでした。すいません。ゴミでも何でもいいっつったよな。じゃあこれは？空き缶。ダメじゃん。全然何も作れねえじゃん、こいつ。全然何もやる気ねえじゃん。考えてんの、ちゃんと。ほら。ダメだな。ダメだ。が、例えば、テンパリキュールとかは？テンパリキュール。なんだよ、全然じゃない。おお、来た来た来た。いや、待て。なんだよ、いけんのかよ。お、なになになに、考えてる。来た。え？はい。マジで？ほんまもん？え？どこに使えんの？何に使えんの？そこに使えんですか？ マジで？びっくりするな。マジで？そういうことか。ちょっと、説明もう一回聞こうか。そういう感じか。じゃあ何が使えるかわかんねえんだな。いろいろやっぱ試してみるとダメだ。そういうことむず。軌道計算機とか言ってるけど、なんか、何に、な、なんか、ひし形のものあったら見せてみよう、とりあえず。冷却システム。ロケット推進エンジン。なんか、この辺もね、丸いものとか見つけたら見せてみよう。アルコールね。アルコールだったね。確かに、電波リキュール。しかも、超高濃度のね。そういうことね。意外とそういう感じで集めてくる感じか。 これ油断できねえな。使えねえと思ってるものが意外と使えるやもしれんな。なるほどね。OKOKOK。ちょっと理解。で、ここの解読機で、じゃあちょっと、チップ。この辺全部ちょっと一回見直そう、もう一回。何か今なら分かることもあるかもしれないんでね。じゃあここで一個ずつ見ていこう。まず、カクンテスト音。これは初めて見るんじゃないか？なんだろうね。何が分かるかね。頼む。有力な情報、カモン。解読成功。お、これはムーン、ここにはカクンテ人の慣習言語について記されている。褒め、儀式、ボマーナ、朝、ドマンサ、夜、テロ、クー。
バーマキノコ。あー、まあ言ってたね、いろいろ言ってた言ってた。バーマってキノコなんだ。はあ、はあははあ、これちょっと覚えといて、カクンテジの話聞いて、こう何か自分のアクションプラン立てれるかもしれないね、これ。ちょっとこれはメモしとこうね。はいはい、オッケー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 。これは有力な情報その1です。星の土産物、あれこれは見たかな、見たかな、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないけど、もう一回見ちゃう。あ、解読成功。はいはいはい。あ、色覚言語ね。カンターか、そう。これもね、これやっぱキノコの色っぽいよね。赤とか黒とか金とか白とか緑とか。で、なんかあの、もしかしたら、カクンテ人は赤のキノコ食えとか、夜になんか黒のキノコ食えとかなんかいろいろ言ってんのかもしんない。はい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 。なるほどね。あとは、あ、タオの石板。これは見てないよ。これ何かわかるかい？タオが隠したぐらいだからな。何？ボロボロじゃん、真ん中の黒い部分。はい。はい。魔法陣？魔法陣？なんかプラスとかイコールとかかけるとか書いてあるけど。なんだよ魔法陣って。もうこれちょっとわかんないね、しばらくよくわかんないね。研究室の石板もう一回見ちゃおう。これも一回見た気すけどね、とりあえずね。これ何書かれてんだっけな。あ、はい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 、わかったわかった。はいはいはい、この、あ、わかったわかった。この下の絵、電波猿だ。で、電波猿がリキュール持ってるよってことだったんだ。で、上の絵はこれロボットみたいな。これなんだ？このロボットが、あのひし形のやつ持ってんだ。ロケットのパーツの。あ、このロボットあれじゃないの？テクノポリスにいたやつじゃないの？はい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 。これは、有力な情報だ。なるほどなるほど。わかってきたわかってきた。あれ電波猿だったんだ。ちょっとちゃんともう一回見よう。これ分かることあるぞ、いろいろ。本当に重要すぎるぞこの石マジで。これは、あ、これも隠し場所でしょうね。はいはいはい、何かの隠し場所。あ、あ、玉屋のやつ、あれこれ花火。あ、これもロケットのパーツに使えんだ。オッケー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 。そしてこのキノコの上で釣りしてる、あ、キノコじゃないのかこれ、なんだろう、の上で釣りしてなんか2つ釣ってるよねこれね。これも何らかのパーツ、釣りでパーツをあと2つ手に入れんだ。あー、はいはい、オッケーオッケー。玉屋はね今すぐに見せれるから、ちょっと見せてみよう。やべえ、分かってきた分かってきた。ロケットのパーツについてはかなり分かってきた。これでしょさね。これでしょさね。これ、はい。これ使えませんかね、ちょっと。博士、どうや？うん。クズ花火？はい、ここまでまだ分かんない。こっから分かんない。え？違う？え？違うのかい？いやでも玉屋んとこから出てくんだな多分あれ。何かしたら。オッケー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 。一つ手がかり、オッケーオッケー。オッケー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 。そして続きましては、落ちた少年の物語。はいはいはい。いかがかなこれは。有力な情報。カモン！お、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 お？何何何？なんかロケットが打ち上がってる。そして上から人が落ちてきてる絵かこれ。やべえ、これはちょっとわからねえな。まだわかんねえな。そしてこれ、大事の宝物。
これは重要なもの書かれてるにちげえねえよ。ちげえねえよ、これは。解読の。あ、でもこれ絶対白羽の矢でしょ。白羽の矢で、ねえ、鎧着てみたいな。で、誰か矢撃ったんだよ、家に。これってやっぱカム太郎の家のこと、カム太郎に撃ったんじゃ、撃ったんだね、誰かが。誰かがカム太郎をね、まあおばあちゃんがと一緒に住んでたカム太郎に撃って、カム太郎は、嫌おうがなしに勇者にさせられてしまったっていうことかな。で、そこに残った白羽の矢をタオが加えて隠していたみたいなストーリーかな。まあこれ何らかの陰謀を感じるね、確かに確かに。石板読み解くのおもろえー、おもろえー、これあーはい、これはね、風車庵の下にね3人いるよっていう、エコクラブ活動してるよってこと。まあ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 、もう石ないかもしかして。あー、これでラストか。なるほどね。ちょっとロケットのパーツ集め始めようか。まずはこのテクノポリスにいるきっとロボットから、あのひし形のパーツは手に入ると見た。行ってみよう。さあどうなる、これ。ここはまだまだね、いろいろ実は探索全然できてないんでね、ここちょっといろいろやってみるよ。はい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 、